モケモケはみんな好きっすよね、コントラストも非常にかっこいいアイテムでございます。そうなんですよね、必要性もあり、保温性、温かさもあり、そしてかっこいい。はい、どうも、バセのディセです。バセのウェブです。はい、はい、いやもう見てください、冬到来みたいな感じの店内ですね、はい、いやそうなんですよね、秋冬物がね、うん、バーセルは続々と入荷しております、はい、そんな中ですよ、僕まだ紹介したくなかったんですよ、うん、これなぜかというと、まあ、かっこいいし、もうちょい先じゃないですか、季節。まあそうですね、まあ言うて 1,2 ヶ月後以降のお話ですよね。そうなんですよ、うん、ただですよ皆さん、あのベッドボードやっぱバースデーすごい人気で、はい、これあと1点ずつになっちゃったんですよね。あら、まあ、はい、がゆえに紹介しとかないと、はい、多分、うん、紹介できなくなっちゃうと、動画としてね、僕たち残しておきたいんで、これはそうですね、はい、どうせだったらしっかりなんか2色あるうちに紹介したいですよね、うん、こいつは。そうなんですよ、うん、こちらですね、ベッドフォードから、はい、ご提案のフェイクファーコート、フェイクファーコートですね。フェイクファーコート、はい、ああいいですね。そうなんですよ、このやっぱモケモケはみんな好きっすよね、うんうん、圧倒的存在感。そうですね、着るだけで抜群にかっこよくなるアイテムですからね。そうなんですよ、うん、なんかこれからね、はい、まだまだね、まあ、残暑が残る中、そうですね、はい、冬になった時のイメージでこれをですよ、うん、皆さん、多分うちはなんかモケモケ結構僕もおすすめで、うん、僕も好きだからですね。そうですね、はい、なんですけど、はい、この今じゃないと買えないっていうね、うんうん、このちょっと無念さというか、うん、でも、まあ、ちゃんとね、その僕はちゃんと動画でこれは残しますので、うん、はい、こちらの方のね、スタイリングと、まあ、ちょっと簡単な ご説明もですね、はい、やらせていただきたいと思います。はい、このバーセーチャンネルはですね、福岡市中央区大名にありますセレクトショップバーセーのチャンネルとなっております、はい、毎日、19時に紹介しておりまして、内容としてましては、洋服の紹介、スタイリングのご紹介、シルバージュエリーの和感シルバースミスやトゥアレグジュエリー、フレグランスブランドサノマ、そしてですね、イーバイク、こちらスーパーセブンティースリーアルコン、こちらの、走行動画とご紹介しているチャンネルとなっておりますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。お願いします。じゃあアイテムの方ご紹介していきたいです。はい、それではじゃあこちらの方のねアイテムをご紹介していきたいと思います。はい、まあコートですよね、うん、見た感じもうフェイクファーのモケモケのコートでございます、うん、なるほど。丈感はミドルぐらいの感じですね。そうですね、ミドル丈ですね、うん、はい、で、カラー展開がブラックとレオパード、この2つの展開となっております。結構振り切ってますよね。そうなんです。もう定番の黒と攻めのレオパード、いや、いいですよ。でもレオパードね、着やすいですからね、これ合わせやすいんですよね。本当ですか。いや、そうなんですよ、めちゃくちゃ合わせやすいんですよ。そう、すごい。でもね、やっぱその王道といえば、まあ、このファー系のね、王道といえば、まあ、ブラックかなっていう、はい、まあ、そんな感じはありますけどね。はい、結構エレガントに仕上がるようなね、はい、もう本当主役級コートでございます、うん、そうですね、うん、そして、まあ、結構ファーの方は結構毛足がしっかり長くてですね、そうですね、非常に保温性だったり存在感が高いものになっておりまして、まあ、細かいところで言うとやはり目を引くのは、まあ、ここですよね、うん、正面のこちらのベルトですよね。あ、確かにですね、うん、これもこっち見せときます。はいはいはい、まあ、ブラックは同色で、でレオパードの方はこういうちょっとこうキャメルっぽい感じのですね、うん、はい、色にしております。そうですね、これツヤ感のあるカウレザーですね、うん、はい、結構ベルトもなんかこう、はい、ファーコートにプラスアクセントになったね、うん、デザインとなっております。なんかいいですね、こうファーの中にこういう存在感のあるレザーが来ると、そういうコントラストも非常にかっこいいアイテムでございます。そうなんですよね、うん、まあ、裏はこんな感じですね。シンプルですね、はい、シンプルでさらっと、うん、はい、ファーコートでございます。あ、やっぱレオパードすごい存在感あるね。ですよね、まあ、僕たちレオパード大好きですからね。大好きですね。あ、いいですね。そうなんですよ、一応バースデーで今展開しているのが、うん、ベッドフォー、このコートに関しては0と1を入荷させてたんですよね、うん、S と M ですね、はい、ただ今もう1個ずつになっちゃって、こっちが 0, 0 S サイズ、そしてこっちが 1M サイズですね、はい、の1点ずつが残っております。おー、はい、ちょっとまあいいよね、今回分かりやすいですね。なので僕がまあゼロのレオパード着て、うん、リュウセさんがまあブラックの位置を着ていただいて、まあ、ちょうど適正サイズぐらいのサイズ感での、うん、まあ、スタイリングをご紹介していければなと思います。そうですね、その前にちょっと価格帯等もお伝えしていきましょうか。なるほどなるほど、はい、価格がですねこちら、はい、じゃあ下に出していきましょうか。はい、はい、148,500円。まあ、それはしますよね。いや、するよ、あるんですから、それはしますよ、するよ、うん、でもまあ逆に15万アンダーでこれ買えたらよくない。そうですよね、僕は思っちゃいますね。しかもですね、はい、納得する理由の一つとして、またさっき見せてくださいとしてた、そうなんですよ、裏地ですね。そうです、うん、そうです、ちょっとこれ僕が今のとちょっと開けますね、はい、
ベッドフォードはこの裏地までかっこいいですから、うん、皆さ ん, そうなんです、まあ、あのご存知の方はですね、まあ、いつものあれだろうという感じだとは思うんですけどそういつものあれがかっこいいですよね。いやあれといえばですね、やはりあの阪神の、まあ、試合ですよね。いや違うわ、あれ違いでしたね。ああ失礼しました、全然違う、川に飛び込まないよこれこんな感じですね、はいはい、おでこちらブルーですね。そうです、でそしてあすみません、あのあれユートライデン、俺も左ですね。はい、こっちが、見てください、ちょっとこうブラウンベースの、カラーリングになっております。なるほどなるほど。なのでアイテムに応じて合う色に、変えておりますね。やはり黒にこういうブルーが映える感じ でこちらブラウンは色を拾うような感じで近しい同系色の、裏地にしてくださっております。あこれ見てもかっこいい、物としての存在感も非常にいいですよね。はい、うん、で今回ですね、これ後でちょっとご説明するんですけど、実は隠しポケットもあるんですよね。これあらそうなんですか。そうなんですよ、隠しポケットがあっちゃうんですよ。フロントここポケットあるんです。あそうですね、こう外側の付けのポケットがあると、はい、どこにあるか皆さんお探ししてみてください。あ、はい、じゃあちょっとスタイリングをね、はい、それではじゃあ梅がレオパード着て、はい、僕がブラック着たいと思います。はい、それでは着用してみました、はい、こんな感じでございます。いやーいいですね、めちゃめちゃいいですよね、着心地もいいし、そしてなんていうのかっこいい、かっこいい、そして暖かいんですよね。あーいやそうですね、もう今の時期だと店内キンキンに冷やしてるんですけど、ちょっと暑いぐらいですね。ああそうですね、これ夏だ、あこれ冬もう、はい、ね、もう一番着れる季節って、うん、おそらく本当T シャツにシャツ着てこれで十分過ごせると思いますよ、うんうんうん、特に福岡とかだったらね。あそうですね、九州だったら全然余裕でいけますね、全然いける気がします、うん、めちゃめちゃかっこいいっすねこれ。ほんとレオパードもいいじゃないですか、デニムと合わせて ね、 いいですよね。今回結構僕はカジュアルな感じで合わせましたね。デニムに、白に、レオパードと。なるほど、うん、いいっすね。僕はですね、もうこれを狙ってたんですよね。こういうちょっとね、高さのあるウエスタンブーツと細身のパンツにこのブラックコート、あーかっこいいっすよね、ロングブーツにデニムに、そうなんですよ、パーコート最高じゃないですか。これを狙って履いてきました今日、うん、なるほどですね。そうなんですよ、もう取る気満々だったわけですね。はい、そんな感じです。かっこいいっすね。で今回着方としても、まあ、リュウセさんは全部閉じたような着方で、今回分かりやすく僕はちょっと開けてるような感じでしております、うん、はい、うん、どっちで着ていただいても非常にかっこいいっすね。そうなんですよ、うん、そしてですよ、さっき僕が伝えてた隠しポケット、はい、フロントはですよ、ここにあるじゃないですか。おそして、腰の位置にですね、あるんですよね。なるほど、これスラッシュポケットで、そうです、こういう風にここでこういけちゃうということですね。こっちもこっちもいけちゃうっていうね、うん、あーいいですね。こう一見ね、これ、うん、本当隠しポケットに見えます。しかも結構袋地がでかいんで、うん、かなりの収納が入りますね、これ。これいいですよね。だからあの冬場のアウターとかって結構こうまあ入るじゃないですか、うん、まあ、あんまり入れすぎたらシルエット崩れるんで、まあいけないですけど、うん、こういうのってバッグいらずでいけちゃうからいいですよね。そうなんですよ、かなり楽なんですよね、うん、いいっすね。いや実用性もあり、うん、保温性、温かさもあり、そしてかっこいい、はい、これも言うことないですよね。言うことないですね、うん、ちなみに、梅サイズ0を着て、はい、僕1着てるんですけど、はい、0着てどんな感じですか。0で結構ゆったりしてるっすね、うんうん、僕が170センチの、まあ、55キロで、細身なんですけど、正直ゼロで全然いけます。なるほど、中に厚手のニットを着れるぐらいの余裕はありますね。なるほどですね、うん、僕とかもサイズ1でやっぱちょっと甘さがあるんで、本当なんかこうフーディーだったりとか厚手のニットとかを着ても全然問題ないような感じのサイズになっております。なるほど、だから僕ゼロ着ても全然問題ないんですよ。あ、はい、なるほどですね。ただまあなんかリュウセさんの場合、まあ一応適正なのは1かなと、まあ、1かなっていうその感じです。うん、はい、まあだからあれですね、コンパクトめに着たい人は、リュウセさん身長とかでも0を選んでいただければっていうことですね。全然問題ないです。まあ程よい緩さが欲しい方は1を選んでいただくと、はい、分かりやすいじゃないですか。そうですね、うん、圧倒的な存在感がですね、はい、このプライスに反映されてるわけですよ、うんうんうん、はい、もうめちゃめちゃねいいアウターなので、でしかもそのバースデーはですね、おそらくですけど、うん、ファー系のアイテムって今シーズンそんなに多くないんですよね。ああそうですね、これとあれじゃないですか、まあアウターではないですけど、うん、ユハでちょっとファーがあったりとか。そうですね、まあそういうぐらいじゃないですか。そうなんですよ、うん、だからこういうちょっとモコモコ系、モケモケなアイテム、はいはい、ファー系のアイテムをですね、うん、お探しの方っていうのはぜひね、このベッドフォードのレオパードのコート、うん、もしくはブラックのコート、はい、はい、こちらの方で、ね、ご検討いただければなと思います。 いいですね、はい、まあ久しぶりに僕もレオパードを巻きましたけど、うん、レオパードってやっぱなんだかんだ意外と合わせやすいです。合わせやすいですよ、うん、しかもスタイリングも映えるじゃないですか。いやそうですよね、だから皆さんなんかお持ちのアイテムに、
まあ、パンツ無地であれば大体何でも合いますからね。何でも合います。ブラックでも全然 OK です。ブラックインディゴでも OK です。で、まあ、スラックスだろうが何だろうが、ワイドパンツだろうが、フレアパンツなんてすごい合いますよね、うん、で、ブラックに関してはもう正直気にしなくていいじゃないですか。もう何も気にしなくていいと。柄だろうが何だろうが何でも合うブラック。確かに。はい、で、ちょっとだけ、攻めたようなブルーレオパード、さあ皆さんお好きな方を選んじゃってください。はい、はい、ご購入の際はですね、概要欄にリンクがありますので、そちらから、こちらのオンラインストアの方に、飛んでいただいてご購入してみてください。はい、はい、いやいいですね、今回秋冬大充実じゃないですか。そうなんですよ、うん、こんなんとかもっと本当は後に紹介したいんですけどね、絶対なくなっちゃうからですね、はい、はい、ちょっと今回ご紹介させていただきました。あ、そうだ、はい、あとよかったらこれジェーンのパンツなんですけど、レディースですけど、メンズも細い人履けるんで、よかったらぜひ買ってみてください。本当っすよね、いや、今日履けるの俺無理だわ足の細さに自信がある方はぜひ購入してください、うん、こっち、はい、はい、すみません、話が変わりましたね。全然ですよ、うん、はい、最後まで見てくださった皆さん、誠にありがとうございました。はい、よかったらですね、チャンネル登録といいねボタンの方をぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。